フェオドラ、ビクトリア・ウグステマリー・マリアン・ネホン・ザクセン・イコール・マイ、人間は、ザクセン・イコール・マイ人間公国の王族。ザクセン・イコール・マイ人間公、ベルンハルト3世とその日で、ドイツ皇帝フリードリヒ3世の娘である、シャルロッテとの間の一人娘。イギリス女王、ビクトリアの最年長の彦でもある。フェオドラは、母親に、育児放棄され、主に母方の祖母である。 ドイツ皇后、ビクトリアの世話を受けて育った。母、シャルロッテはたまに娘と一緒にいる時は娘をたびたび、バカと呼び、ビクトリア皇后はこれに激怒した。ビクトリア皇后は、母親のイギリス王ヴビクトリアに宛てた手紙の中で、フェオドラの生育環境について心配していることを打ち明けている。1898年9月26日、フェオドラは、ブレスラウで、 ロイス・ケストリッツ講師、ハインリヒ30世と結婚した。フェオドラは子供を授からないことに非常に苦しんだ。フェオドラは生涯病弱であったが、これは母方の先祖のイギリス王女ージ3世から遺伝したポルフィリン症が原因だったと信じられている。近年の医学的検査の結果、フェオドラと母、シャルロッテの意外から、二人が、 この病気を患っていた痕跡が見つかったのである。フェオドラは、シレジアのヒルシュベルクにある、ブッフバルトイコールホーエサナトリウムで晩年を過ごした。長い間の病気と効果の疑わしい治療に疲れたこと、そしてポツダム会談により、自分の住むシレジアが、ソ連の支配するポーランドに併合されると決まったことなどが原因で、 フェオドラは1945年8月26日に居城で自殺を遂げた。66歳だった。ありがとうございます。